はい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 。ジャイアンツの相手が DeNA に決定いたしました。非常に勢いのあるチームなんで、どういうふうに戦っていくべきか、誰をマークしていくべきか、そんな感じで今日お話ししていきたいと思っております。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手がジャイアンツ情報を中心にですね発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日話していこうかなというふうに思うんですけども、皆さんどうでした？ DeNA が上がってくると思ってましたか？僕は実は阪神タイガースが上がってくるんじゃないかなっていうふうに思ってましたし、非常にまあ盛り上がるというかね、まあ、阪神巨人っていうのは、まあ、昔からですけども盛り上がりがね、すごいと思うので、まあ、それも含めてね、まあ、阪神タイガースが上がってきてほしいな、まあ、本来で言えばそうではないんだけども、まあ、そういう試合も見てみたいなというところで、阪神が上がってくるかなというふうに思ってましたけども、まあ、結果は2連勝で DeNA が勝利をして、ファイナルは巨人対 DeNA というところで、非常にジャイアンツからすれば相性の良い相手ではあるんですけども、短期決戦なので、まあその相性云々もありますけども、まあ非常にまあ難しい試合になるんじゃないかなというふうに個人的に思っております。この2試合、僕、試合解説させていただきまして、DeNA の打線ですね。打線が非常に好調だなというふうに感じました。特にですね、まあ、選手名を挙げるとですね、佐野選手、牧選手、うん。このあたりはですね、非常に好調なんじゃないかなと思います。で、オースティン選手もですね、まあ、シーズンでは首位打者を獲得しましたし、1戦目はですね、非常に貴重なタイムリーを打っているというところで、めちゃくちゃ調子がいいかと言われると、まあ、そうではないんですが、まあ、チャンスの時、うん、まあ、ジャイアンツからしたらピンチの時ですよね。の時の打席っていうのは非常に怖いなというふうに感じますし、その前のバッターですよね。うん、やはり、牧、佐野、この2人をしっかり抑えていくっていうところが非常に大事なんじゃないかなと思います。で、2戦目、昨日の試合に関して言うと、梶原選手もですね、状態が少し上がってきたなっていう感じはあるので、梶原選手、牧選手、佐野選手、この1番2番3番というところが打ち出してくるとですね、チャンスで4番のオースティン選手に回るという、まあジャイアンツからしたらすごく悪循環が生まれてしまうので、いかに1番2番3番を抑えていくかっていうところがこのシリーズで鍵になってくると思います。で、阪神との試合を見ててですね、非常に初球から振ってくる、ファーストストライクを非常に強振してくるというようなところが DeNA 打線全体に関して言えるところかなと思いました。まあやはりデータであったりとか、今までのこう対戦なんかを踏まえてそういう作戦をしてきてるのかなというふうに思いましたが、まあやはり野球の基本っていうのはやはり追い込まれる前に打つ、まあ、これの方が確率は間違いなく高くなるんで、そういったところで、まあ、阪神のね、非常に強力なピッチャー陣に対してそういう風な打撃ができたというところを自信にして、ジャイアンツに対してもそういう初球攻撃というところをね、やってくる可能性は非常に高いと思うので、まあ、1戦目戸郷投手、2戦目菅野投手でジャイアンツは挑むと思うんですが、まあ、2人とも非常にコントロールのいいピッチャーではあるので、そこはね、まあ、気をつけてほしいと思いますけども、やはり変化球の甘いところっていうところは非常にね、痛打される可能性が高くなってくるのかなと思うので、そこはね、まあ、彼らもね、気をつけてるとは思うんですけども、改めてね、バッテリー陣であったりとか、もう一回ね、再度確認するっていうのはね、大事なんじゃないかなと思います。その中でですね、まあ、DeNA ね、今はすごく調子がいいというふうなことをお話ししましたけども、ジャイアンツにとって、まあ、ラッキーなね、情報もありますと。
まあ、やはりエースの東投手が少しね、まあ、怪我をしてしまって登録抹消というところで、ファイナルステージですよね、ジャイアンツでの、まあ、登板は、まあ、ないだろうというところですね。で、それに加えてですね、昨日宮崎選手が、まあ、サードゴロを放った際にですね、右膝をね、まあ、負傷したんですよね。で、まあ、ちょっとね、まだどのような状態であるかはちょっとまだ僕はわからないんですけども、おそらく打った後のそのね、痛がり方であったりとか、その運ばれ方なんかを見ると、おそらく結構そこそこ重症なんじゃないかなっていうところはありますんで、少しね、まあ、16日からファイナルステージが始まりますから、そういった意味でも、東選手、宮崎選手、この2人を欠いてでの、まあ、ファイナルの戦いになるのかなというふうに思うので、そういった意味ではジャイアンツはすごくやりやすいというか、うん、非常にこういい風が吹いているというか、あ、まあ、そういう感じがすごくしますと。はい。で、やはり、まあ、DeNA というのは、まあ、シーズンの時からまあそうでしたけども、少し中継ぎというかね、リリーフというところに、まあ、不安を感じているチームなんじゃないかなというふうに思います。で、それに加えてですね、非常に強力な、ね、外国人投手、まあ、阪神に当ててしまったので、非常にちょっとね、まあ、それ以降のピッチャーっていうのは少しね、こう、まあ、落ちるという言い方はちょっと適切ではないかもしれないですけども、少し1番手、2番手、3番手と4番手、5番手、6番手あたりの投手が、比べるとですね、少しこう落ちるのかなっていうふうなね、ところは印象としてあるので、そういった意味でも、まあ、非常にジャイアンツにとって非常にいい条件が揃ってるんじゃないかなと思います。逆にですけども、相手のね、まあ、打線がいいわけですから、初戦というところをね、ジャイアンツが勝ったとしたらですね、まあ非常に、まあすんなりいくとは思えないですけども、まあある程度、まあジャイアンツが優勢に、うん、日本シリーズに、すごく、近づくんじゃないかなと思います。で、その中で、じゃあどうやって点を取るか、うん、今年のジャイアンツの戦いを見てると、大体負けてる時っていうのは打ててない時だと思います。ピッチャーがよく抑えてるんだけども、点がそれ以上に取れなくて負けてる。まあこのパターンで、やられてるというかね、負けてるっていうのが非常にたくさんあるので、まあ、今年のジャイアンツに限って言えば、そういったね、負けパターンが多いので、DeNA との試合もですね、そういう風にならないようにする。うん。そのためには、初めに点を取る。先制点を取る。これが一番大事だと思ってます。で、その中で、まあ今、浅野選手がちょっと腰がね、違和感があったりとか、まあいろいろしますと。僕の中では、オコエ選手を、センターに入れた方がいいんじゃないか。で、2番センターという形でね、入れた方がいいんじゃないか。まあ、打撃も好調なんでね、そういったところで、早く点を取る。早めにチャンスで岡本選手に回す。まあ、これが非常に、まあ、ベーシックではあるんですけども、一番勝てる、確率が高い戦術なんじゃないかなと思います。で、吉川選手もですね、まあ、ぶっつけ本番になるというようなね、安倍監督のコメントもありましたし、少しね、まあ、状態が気になるところではあるんですけども、そこはもう全員でね、カバーしていくしかないかなと思います。まあ、まあ、比べるわけではないですけども、まあ、DeNA とのね、まあ、怪我人との比べをすると、まあ、ジャイアンツの方がマシというかね、まあ、吉川選手ね、まあ、出れるか出れないか、それはちょっとまだわからないですけども、そういった意味では、まあ、お互いね、どっこいどっこいというか、そういったところはあるんじゃないかなと思います。で、まあ、やはり、早めに終わらすというかね、まあ、戸郷、菅野というところで、まあ、しっかり取っていければいいんですが、まあ、そううまくいかないというのは野球なんでね、そこは、まあ、気をつけてもらいたいと思うんですけども、まあ、シーズン同様のですね、戦いというかね、しっかり守り、勝ってですね、しっかりこう打つべく人が打ってというような試合運びができればですね、本拠地の東京ドームっていうのもありますし、非常に、まあ、相性がシーズンの時からいいですから、まあ、おそらく、まあ、僕が言ったらね、逆になるパターンもあるので、あんまり言いたくはないんですけども、非常にジャイアンツが日本シリーズに行くという、いい風が吹いてるというかね、いい、こう、流れが来てるんじゃないかなというふうに思うので、選手たち含めてね、まあ、首脳陣もそうですけども、まあ、油断なんかはしてないと思うんですけども、しっかりね、引き締めて、うん、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、まあ、対戦相手が DeNA に決定したというところで、少しね、まあ、
この間の、まあ、1戦目2戦目を見ての僕の感想と、まあ、対策なんかを言っていきました。まあ、やはり DeNA は打線というところがね、好調というか勢いがありますので、そこをねしっかりどう封じていくか、やはり、コントロールミスというところがね命取りになるので、改めてね、ジェスチャーであったりとか、投手のサインであったりとか、まあ、そこもそういうサインプレーなんかもね、一回もう一回確認して、しっかりね、地に足つけたような戦いをしてもらいたいなというふうに僕は思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。